江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。また韓国さんね、ちょっとやらかしちゃったんですよね。帝国が妄想でモンゴル選手をドーピング扱いしてしまい、モンゴル国民が激怒という話題お届けしていきたいと思います。それでは記事の方行ってみましょう。くーちゃんお願いします。2024年パリオリンピック出場権を劇的に獲得したレスリング女子フリースタイル 62kg 級の看板選手イハンビ・ワンジュグン長が、モンゴル選手のドーピング問題ではなく北朝鮮選手ムン・ヒョンギョンの出場権返上によって五輪の舞台に立つことになったことが明らかになった。情報多いな。世界レスリング連盟 UWW は8月2日警告時間当初、ムン・ヒョンギョンが女子フリースタイル 62kg 級に出場する予定だったが、北朝鮮がこれを放棄し、次順位資格を持つイハンビが五輪のチケットを獲得してと発表した。これに先立ち、大会レスリング協会の関係者は8月1日パリオリンピックアジアクォーター大会準決勝でイハンビを破り、五輪チケットを獲得したモンゴルのプレウドルジウ・ウルンガがドーピング陽性反応を示し、五輪出場権を剥奪され、次順位のイハンビが出場することになったと明らかにした。また公式ソーシャルメディアを通じて、イハンビを破り五輪出場権を獲得したモンゴル選手がドーピングに摘発され、次順位のイハンビに出場権が与えられてと発表した。しかし、これは誤った情報であることが確認された。モンゴル五輪委員会の広報担当者は、この日、連合ニュースに、ウルンガは、ドーピング摘発の事実がないとし、関連情報によって、モンゴルの国民が憤っていると伝えた。そりゃそうだろう。これに対し、大会レスリング協会の関係者も遅れて、伝達過程で、内部の混乱により誤った内容を発表してしまった。申し訳ないと述べた。協会は UWW から関連情報を受け取った際に、モンゴル選手がドーピングに摘発されたためと誤って判断したものとみられる。協会はこの内容を正確に確認せず、選手側とメディアに伝達した。イハンビはこの日、連合ニュースとの通話で、私も協会からウルンガに代わってパリオリンピックに出場することになったと伝えられたとし、いずれにせよ五輪の舞台に立つことになったので揺るがずに試合に臨むと語った。イハンビは当初8月3日に女子フリースタイルのユベヒ監督とパリに向かう予定だったが、航空便の問題で8月5日に出国する。モンゴル選手がドーピングに摘発されたためと誤って判断した、勝手に根拠もなく、おー浮き足だったのかな。はい、理由がわかんない、勝手に理由考えて言っちゃったのかな。それではですね、そりゃ怒るよね。じゃあこちらに対して韓国の反応見ていきましょう。はい、それでは1人目こちら事実確認もしないでそのままにして、そんな風に仕事をするのか、サッカー協会なのか。2280レスリング協会のやっていることはサッカー協会や民主党と似ているな。6819モンゴル選手は何の罪があるんだ、事実だけを報道しろ。40薬物のような問題をどうして推測で発表できるのか。25サッカー協会もレスリング協会も同じように魂が抜けた奴らの会長は誰だ、国の恥を晒して愚かだ。15いや、考えはないのか、憶測で他国選手に恥をかかせる公式発表、どうかしている協会か。12モンゴルに大きな失敗をした、謝れ、どうしてあんな風に仕事をするんだ、本当にすごいな。80レスリングが衰退する理由が分かった、すべて協会に問題があるんだな。アーチェリーを除いてすべてクズだ、ただのカルテルでそれ以上でも以下でもない。サッカーとスケートをまずなくして新しい団体を作らなければならない。70レスリング協会は愚か者ばかりか、国の恥を晒している、責任者を処罰し会長から退任しろ。70なんと憶測で一人の選手を不正選手にしたのか。60英語ができる協会職員がいないから。60推測でドーピングと発表したのか、こんなとんでもない失礼があるか、丁寧に謝れ。50あまりにもトンチンカンで情けない、何の根拠もなく推測も可能な推測なのか。モンゴル選手を侮辱してしまった、我が国の大系レスリング連盟の手作業、非科学的態度、マナーが出ている、恥ずかしい。50
こんなデタラメなミスをなぜするのか。フランスが警告を北朝鮮と紹介したことよりもさらに悪質な噂だ。モンゴルの人たちがこのニュースを聞いたら怒るに違いない。ゴッゼロ、いつの間にか薬物使用選手にしてしまったんだな。4年間正当に努力した選手を。ゴッゼロ、これは何の無礼だ。事実だけを伝えればいいのに、どうして憶測を加えて仕事を増やすのか。4-0、噂話を取材に使う協会のレベル。愚かな人たち。モンゴルの国民がどれほど怒っているか理解できる。申し訳ない。3-0、モンゴルの渓流に水を差したレスリング協会。本当に国の恥だ、恥だ。ああ、2-0。大丈夫だよ、モンゴルの渓流大したことねえよ。モンゴルは代表的な親渓谷なのに、こうしてまた嫌渓谷になりそうだ。愚か者たち、なぜまともな認識に嫌渓感情を作るのか。2-0。でも朝青龍は渓谷嫌いなんだよね。推測で発表を。仕事がどうしてそんな風なのか。ああ、これではフランスと IOC が我が国を困らせたと非難できないな。2-1。高度な心理戦ですか。モンゴル選手は本当に不愉快なはずです。誠実な謝罪が必要です。モンゴル選手及びモンゴル国民の皆さん、申し訳ありません。怒りを鎮めてください。1-0。100年謝罪だな。至る所で国民を騙す詐欺師たちだな。1-0。はい、というね意見でした。それではですね、チャットの反応を見ていきたいと思います。ああやらかしちゃったじゃあですねうわ、ひってえな。もうそういうのやめろよ。怒らせることが天才の国だな。もともとモンゴルって K のことガチで嫌いなのに何言ってんだよ。性別訴訟が通るのにドーピングぐらいどうってことないよ。わら、朝青龍ねえって言ってるだろう。朝青やろう。整形もドーピング扱いにすればお前らも出場できなくなるのに残念だ。IOC、モンゴル、そんなことは言っていない。いや、どうしてチェックしねえよ。これでもうフランスのこと悪く言えなくなっちまったな、わら。まあ去年やらかしてますからね、韓国さんね。もう少しかがんでほしいと思うのは私だけ、わら。ねえ、いつもちゃんと確認しなさいって言われてるよね。何でちゃんと確認しないの？何回目だと思ってんの？謝っただけではダメですよ。誠意のある謝罪と賠償ですよ。情報の信憑性確かめないのはいつものことやな、わら。モンゴル激怒に決まってるこいつら妄想って日常で敵をすぐ作る、わら。事実確認せずに発表するのは政治家も同じだけどなモンゴルさん、謝罪と賠償のチャンスだよ。お前ら常温超伝導でも同じことやってるだろ、わら。サッカーやレスリングだけじゃなくて国全体だろ。これからは何でもかんでもエビデンスを用意してから発言しろ。憶測で日本を叩いて戦ってる国あるんですよ。日本に対する記事は憶測の憶測の記事しか飛ばしてないからな。正確な情報より第一報に踊らされることはあるよ。うちはもめの前にごめんなさいしとこ。情報ですよ。頭に浮かんだ考えを誰に伝えてるのか責任を持って報道してください。この情報の一つは世界は見放すことはないでしょう。朝青龍、このキムチ野郎。これ本当の話なの？よくわかんないんだけど。 YouTube であるよね詐欺師ばかりの国が何を言うか、わら。これで嫌われないと思ってるんだから麺の皮厚いよな。朝青龍は鶏国の記者に日本を貶めるような言葉を言わせようとされてたからね、わら。本当の話なんだ。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。